ミズーリ工科大学は、アメリカ合衆国ミズーリ州ローラに本部を置く、アメリカ合衆国の州立大学である。1870年に設置された。略称は、MST、ミズーリ S&T 及び S&T。稀に昔の名残でアマーと呼ばれることもある。1870年に、ミズーリ工野金学校が、ミズーリー大学の文校として、 ミズーリ州ローラに開校。ミシシッピ川合生に最初に設置された理工系の学校。開校当初は工業、地質、金属工学のみであったが、1920年代に機械、電気工学及び理学、数学など理数系の学部を追加。1964年にミズーリ大学ローラ校と改名。翌年に経済学、経営学、 心理学などの文系学部も加えられ、総合大学となる。2008年に、ミズーリ・ユニバーシティ・オブ・サイエンス・テクノロジーと公式に改名。日本語の正式名称は、ミズーリ工科大学、ミズーリ科学技術大学と訳されることもある。1961年に、ミズーリ周発となる、原子炉を設置。原子炉は一般にも公開されており、申し込めば見学可能。 1967年にアメリカ初となる工業管理学大学院を設立。他にも爆発物工学科、軍事建設学科、石油化学工学科など他の大学ではあまり見られないユニークな学科がある。理工系大学のため卒業生の就職率は高く、卒業生全体の平均初任給で全米第3位、費用対効果の高い大学では全米第1位に、 ランクされている。卒業生の多くが、シカゴなど五大湖周辺の都市で就職、活躍している。セントルイスとオクラホマシティをつなぐ、週間高速道路44号線沿い、セントルイスから約160キロメートル離れた、ローラ市の中心部に、約300エーカーのメインキャンパスを構える。セントルイス及びスプリングフィールドにも教室があり、さらに近くの方と、 レオナードウッド陸軍基地内に研究所がある。イギリス、ソールズベリーにあるストーンヘンジのレプリカがキャンパス北西部にあり、ローラストーンヘンジの名で親しまれている。これは1984年に学生たちによって、当時はまだ珍しかったウォータージェット工法による作願で制作され、翌年の1985年に全米エンジニア協会から表彰を受けた。実学、 研究重視の理工経営大学。学生数は、学士から博士課程まで合わせて8000から9000人と小規模。中西部の田舎町、ローラ市の人口は2万人弱でそのうちの半分は、ミズーリ工科大の学生及び大学関係者、隣町のドゥーリトル市の人口は500人、周囲は、フェルプス郡の管轄の山岳地帯という立地条件のためだ大学と比べて、 マイノリティの学生の割合は少ない。フラタニティとソロリティは比較的活発。学生の愛称及びスポーツチームの名称はマイナーズで、女性はレディー・マイナーズ。マスコットはジョーマイナーと呼ばれるツルハシと測量計を持った西部劇風のコイン。スクールカラーは緑。聖パトリックの祝日は同行最大のイベントベストエバーとして毎年盛大に祝われる。 キャンパスでのイベントやパレードに加えて、コンピューター学科は毎年この時期になると、イパトリックにちなんだゲームを作成して、ウェブ上で配布している。ありがとうございます。